あなたは自転車の通行を誘導する自転車ナビラインに従って走行しています。前方に止まっている車がいますが、対向車と後続車が接近していないため、停止車両の右側方を通過しようと思います。この時あなたは何に注意しますか？止まっている車の死角から逆走してきた自転車が飛び出してきて、危うく衝突するところでした。もう一度見てみましょう。よく見ると、止まっている車のガラス越しに人の姿が見えていました。この人が自転車で車の死角から飛び出してくることを予測する必要がありました。別の視点から見てみましょう。自転車が車道を通行するときは、車と同じく左側を通行しなければなりません。今回のケースでは、逆走してきた自転車を避けて対向車線に飛び出したり、正面衝突して転倒する危険もありました。自転車ナビラインや自転車ナビマークに従って正しく走行していても、前方に止まっている車など障害物がある場合は、その側方を通過する前に十分速度を落として、しっかりと先の様子を確認しましょう。車の背が高い場合には死角が多くなり、自転車だけでなく対向車も見えにくくなりますので、特に注意が必要です。また今回のように車道に大きくはみ出すと後続車と衝突する危険もあるため、後方から車が来ていないか振り向いてしっかりと安全確認することが大切です。